ボットが出現しました。いつものタイプのロボットね。全く証拠にもなく。よし、出動だ。待って、マモル君、少し様子を見ましょう。ん？様子を見る？何か嫌な予感がするの。そんな必要ないよ。あのロボットは何度も倒してる。今さら恐れる必要なんかないよ。とにかく出動するから。待って、マモル君。何事もなければいいけど。ロボットめ、いくら襲ってきても無駄だってことを思い知らせてやる。We'll be right back.
したら。ああ、見ちゃいられないわね。何も考えずに飛び出すからこういうことになるのよ。困ったお坊ちゃんだけど、父さんの命令だし仕方ない。助けてあげるかな。ソーラーロボランス出動。超重砲アバロン。でも、ランスの回避能力の前では鉄くずも同然。自慢の巨砲も三角ボタンを押すだけで避けられるからね。こんなものね。ありがとう。そのカニのお刺身とパーラートリノのケーキ食べ放題、それでいいわ。あ、うん。君は一体、あなたは一人で戦ってるんじゃない、そういうことよ。どうしたの、マモルくん。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。
したら。なんとかしないと。これを使いましょう。これは新兵器ドリル1号です。ドリル1号？拳銃タイプの小型ミサイルです。これを敵メカに向けて発射すれば、先端についたドリルによって装甲を貫通、敵メカの中心部で爆発します。ドリルミサイルってわけね。これならあの砲台を爆破できるかも。問題は誰があの砲台に撃ち込むかなんですが。私がやるわ。そう言うと思っていましたが、危険な任務です。慎重に行動してください。これでも昔は連合軍にいたのよ。腕はなまってないわ、今もね。頼もしいですね。十分に気をつけて。実戦に出るなんて何年ぶりかしら。腕が鳴るわ。ゆうこさん、その、ごめん。僕がもっと慎重になっていれば、ゆうこさんまで危険な目に。わかればいいのよ。久しぶりに走り回っていい運動になったわ。腰が痛いわ。ちょっと張り切りすぎたかしら。私もなんだか毒されてきたのかも、あの子に。どうしたの、マモルくん。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。ゆうこさん、今日は一段と綺麗だね。それがどうかした？